え、マジ吉じゃないこれ、え、はここテイムできねえな、ここここテイムもクソもねえな、ここ、いや悪意ありすぎるやろここ、え、マジで言うてんのここ、あはははグローバー、どういうことなんこれ、え、地獄みてえな洞窟だなここ、恐竜敷き詰めすぎじゃね恐竜敷き詰めすぎでしょここ全然やな、何気今、うん、苗って書いてある、苗ってことは一番弱いやつだよね、何してんお前ら、潔く中におれお前は、おお早っ、え、作んのそんな早かったっけ、あマジ、速攻作れてんじゃん、ナイスナイス、おえちょ、あこれ今見ましたか、今決定的瞬間です、1マス出るな1マスか1段あれだ、分かった、2マスにしてるからダメなんだ、歩く余地を与えちゃダメなんだ、なるほどね、これあの兵隊と一緒、考える余地を与えちゃダメなんだこれ今日も順調に文化が発展しております、ふんころがして帰ってきた、地区ほんまですわでもさ、あのジェニスだと、あの1マスだと大丈夫なんだよね、だから多分歩く余地を与えちゃダメなんだよね、うん、歩く余地と考える余地を与えちゃダメなんだ、オッケー、社畜に思考することは無意味である、独自の考えなど持たせてはならぬロボトミー手術、あー脳みそをいじくります恐ろしいで、人間は社畜というより奴隷確かに人類は危険な領域まで踏み入れてしまったようだ、いやー人間ってほんと怖いね、人間って怖いわ、え、うんこ産まなかった、便秘かお前、野菜ジュース買ってきてやろうかお前セブンで見てみろこのお前ドレイクのお通じの良さ、お前ビオフェルミン取りまくってるぞお前これ今日の生放送くせえな、うんこくせえな、なんか序盤うんこ拾って中盤もまたうんこ拾ってんなおいマニア向けじゃねえかよこのビデオ、お前これ DMM.com でもなかなか売れない、これあれだよジャンルっていうか勝て、やめてそういうこと言うのは、あやばい、お前らもお前ベビーベッドから出る赤ちゃんか、お前らは本当にちょっと待って、これちょ作ってくるわ柵お前らほんまやりおるの、よしあいつらに思考をさせるな、思考という文字を取りましょう、いいですか人間、脳死が一番です、脳死で働きましょう、貴様らは何も考えるな、肥料を作ることだけ考えればいいのだ、マップのことも攻略のことも何もかも忘れろ、いいかクソを肥料に変えろ、以上だブラック企業、アットホームな職場です、何も考えずに肥料作りに専念できます、みんなも仲がいいですそいつ上層で燃やす、ああやべえ、俺より社畜に厳しい人いた、見せしめが必要だおいお前、このフンコルガシを見ろ、燃えているだろ、お前も燃えたいか選べこれでいこう、上層で燃えるか下層で燃えるか好きな方を選ばせよ、おいフンコル、どっちがいいかどっちも地獄控えめに言ってどっちも地獄、この配信社畜に厳しすぎ老期に喧嘩売るスタイル労働基準監督署かかってこいよおめえ、え、だって最悪倒産させれば支払い義務とかなくない良い子は真似しないでねそしたらもう一体ぐらい社畜取り行く、ちょっと中層で社畜探そう、人件費は安いならバイトを増やせばいいんだよ、よしそれで行こうぜブラック店長です今日からもうふんころがし肥料にしようぜやべえ、お前ちょっともう揺れとくからお前肥料しとけやつってえぐい、こいつのレベル、はいっけ、28、け !100 以上じゃないとな、重量がきつすぎるからな、なに、全員個人事業主にして、受け負い契約にすればいいよ、ははは、受け負い契約でしょ、うん、別になんか保険とか払いたくねえし、お前の、うん、そういうこと、うん、勝手にお前、あれだぞ、お前市民税とか納めとかよ、あとんでもねえ、あ、あなた、レベルいくつですか、あ、あ、やばい、間違えた、あぶねえ、間違えた、あー間違えた、あぶねえ、あぶねえ、今俺3番押したつもりからいい押してた、あぶねえ、マジメガロもびっくりしたと思う、えっつって、え、なんか急に人間来たんだけどみたいな急に戦闘態勢になって出遅れたなあいつ多分やっぱり社畜は3人体制で3マンセルでやった方がいいと思うの、
そしたらさ、なんかさ、あの互いにさ監視し合ってさ、北朝鮮みたいないい労働環境になると思うんだよな。で、フンコロから俺は書記長と呼ばれるんだ。うん。あ、レベルを見ていきたいと思います。もう前職はなんだい君たち。うん、12! あー、これ前職ニートだな。20! あー、君ちょっとまだあれだね。あれだね、まだ、アルバ、あ、はい、来たー、レベル100。ありがとうございます。レベル 100! あー、君、どうだい、うちに来ないかい、君なら即戦力だよ。やっぱり、やりがいのある仕事って、君もやりたくないかい、やりがいって大事だと思うんだ。君もね、社会の一員となって、働こう。KTR 民主党です。生徒作っていこう、生徒。はい、どうですか、あ、どうですか、新入社員の方。あ、まだ空腹ですね。はい。またこれで社畜が一匹誕生してしまうのか。誕生してしまうね、これは。さあ、君も明日から一緒に、いや、今から一緒に働こう。君には素敵な社会人生活が待っているよ。あ、もちろん雇用契約は正社員ではなく契約社員でお願いします。いや、でも3年ぐらい経ったらなんか正社員昇格しないといけないから、法律的にアウトになるから、その時は君クビね。地獄、やばい、生徒が爆誕。危ないですね、これ。俺も我が闘争っていう本書こうかな。危険思想。それでは新しい社畜の誕生だい。さあ、君も今日から私たちの家族だよ。家族はね、互いに尊重し合ってね、働いていこうね。いやー、いい収穫だ。KTR とに清き一票。おーし、とりあえずアイドルとかいろいろ使いまくって票稼ごうぜ。とりあえず俺は比例で上がればどうでもいいから、あとは。やばい党です、これは。暴動起こしたら、あの勇気。もう実質中国じゃね。いやー、これは生産力が強い企業とか国になりそうだね。だって訴えたら違法っていう感じで監禁しちゃえばいいんだもん。国家社会主義 KTR 労働党。やべえ。それさ、あの偉い人多分書記長って呼ばれるんでしょ。書記長ってあの呼ばれるところがいる国家で、やべえ国家しかいねえよ、もう。ただ生産力は上がります。生産力という名の闇。知らん。72か、君惜しいね。職業訓練学校とか行ってる、もしかして。いいレベルだね、君。悪くない悪くない。偉い人はフューラーですよ。やばい、それ、あのフランスが激おこになっちゃうやつだから、それ。Google さん、ここです。やめて、 Google さん。違うの、私とあなたは家族です。ブラック企業の上等手段、社員は家族。我が家に新しい家族が増えましたよ。やばい、1畳に3人。あ、これはひどいぞ。1畳に3人はひどいぞ、これ。おい、これほぼ、これ西成ね、これ西成の素泊まりです、これ。皆さん、これは西成の素泊まりです。社畜なら十分だよな。やばいぞ、こうやって社畜は洗脳されていくんだね。怖いよ。お、社畜足んねえぞ、まだ。社畜、おい、足んねえぞ、肥料が。もっと生産しろ、生産性。今月の目標達成してないよ。去年達成できたんだから、目標率 180% になるのは当たり前だよね。 KTR 総務課、同僚が身近に感じられる社員寮完備です。同僚が身近に感じられる社員寮完備、素晴らしいね。もちろん家賃は天引きです。家賃は天引きです、当たり前です。今日からすごく楽しい生活できそうですね、ふんころがしさん。新社会人生活、フレッシュマンっていうのかな、うん、いいフレッシュマン生活できるんじゃないかな、うん。そういえば今日の配信は随分匂いますね。おっと、わあ、お前らのせいでちょっと匂うじゃねえか、お前ら。おー、ちょっとしっかり、お前、消臭やってけ、消臭。労働してるのに怒られるっていう地獄。おー、早っ、さすが洗練された社畜は違う。うんこからの生成スピードが早い早い。いやー、じゃあボーナスとしてうんこあげるよ、うんこ。ボーナス、これ。いや、ボーナス受け取っといてよ、うんこ。うん、いいね。せっかくのスパも従業員には還元されない。そうですね、今スパチャをいただきましたが、1円もこいつらには還元されません。はい。もうお前ら、クソで十分だよな。おい、おう、
いいな。おい、ちょっとお前何してんの。ちょっと生産性落ちてるよ。今すぐヒリア作って政治活動費みたいであ、政治資金ね。いいね。あ、ちょっと俺あれ、あの食事会開くわ。あの入場料1万5000円ね帳簿に乗らない政治資金もあるよやばいそれそれで行こう。いやー、税金って払わなくていいんだ、初めて知った国税局の皆さん、これはジョークです。嘘ですので全然気にしないでください。私しっかり確定申告いたしますので、そこら辺ね、皆様ね、本当に誤解なさらぬよう誠にお願い申し上げます。はい